今日の長崎平和宣言を長崎市民の願いとし、私たちは新たな気持ちで世界恒久平和の実現に努力していきたいと思います。ご参列の皆様、式典の進行にご協力いただきありがとうございました。これをもちまして、被爆71周年長崎原爆犠牲者慰霊平和記念式典を終了いたします。